です。バイオリン初心者が1ヶ月間毎日4時間練習するチャレンジの13日目です。本日は2021年1月13日。ただいまの時刻は21時39分です。今日はかまずにえたぞ、えー。本日の練習時間はこちらです。4時間1分。はい。今日も。 4時間無事クリアできました今日は、えー、とレッスンがあったのでこの時間になりましたが割と難なく行きましたふと気づいたんですけどもう3分の1過ぎてるんですね何も言わなかったですけどなだったらもう半分に迫ってますねそう考えると割と早,早かったなここまではまあね最初はねテンション上がってるんで多分誰がやっても ある程度はいけるとこのあとねこれを続けるのが大変だと思うんで気を抜かずに頑張りたいですそういえば何日か前にあの私の今抱えてる課題で2番の指と3番の指がくっついちゃうっていう問題がありましてここですねここがこうくっついてしまうとこう引いた時にこう中心に向かってますよね。 中指と薬指が。なので、ここがこうくっついちゃうと、こう,こうなっちゃう。これを離す練習ということで、目薬を挟んでると。これね、これ自分で考えてやったんですけど、それを今日のレッスンの時に、私が習ってる先生に言ってみたら、なんか、子供の頃から習ってる人たちもやるらしいんですよ。ここ似たととを子供だとなんか お父さんお母さんとかにこう指をこう挟んでもらってやったりするらしいんですよ。あとはそれがまあ,あんまりっていう場合は物を挟んだりとかするらしいです。実際にあのトップレベルでなる人たちも。だからあ意外とあながち間違ってなかったなと思います。だからこれは別にあ全然いいと思います。いいアイデアだと思いますっていう風に言ってもらいました。なので続けようかなと思います。続けてって最終的にこれなくてもこの位置。 が開けるようになったらまあいいという練習です。まあ、自己流で考えたりしても良かったなと思いました。今日は以上です。明日も頑張りますので、また明日お会いしましょう。バイバイあ、明日はお休みなんで仕事がお休みなんで多分楽です。フラグ以上。